いや、だから今の11条ご存知ないじゃないですか。いや、解釈じゃないです。違法なんですよ。ね、解釈のこと聞いてません。法的なこと一番大事とおっしゃる割に、まあ、今のような証言されますし、昨日特別弁護士にもいろいろ聞きました。何ておっしゃったか。あと先ほど来っていうか、もうずっと知事はまあ法的に問題ないということ、まあここが一番大事だって先ほどもおっしゃいました。公益通報者保護法のまあ内容をご存知ないって先ほどおっしゃいましたけども、2020年に改正されていることもご存知なかったですか。そうです、詳細までは存じてないです。はい、明らかに今の状態というか、今までやってこられたことは違法性が高いというか違法だということを先ほど参考人からも聞きました。通報者を保護しながら事実関係の調査を行う事業者の内部統制構築義務、11条にあるんです。違反なんですよ。で言います、4月4日の要は、公益通報があった以降、誰からもこういう指摘なかったんですか、知事に。今のご指摘の2020何年の法改正が踏まえて、それが違法性があるかどうかっていうのは、私はこれから少し確認をさせていただいて、また必要があれば文書で提出させていただきたいと思います。法的なことが一番大事っておっしゃってるのに、確認今からですか。もう何ヶ月経ってるんですか。そこはですね、私たちとしては、まあ、県としてのこれ処分になりますので、当然法律的な確認も含めてきちっとやってきてます。これは特別弁護士の法的なアドバイスをいただいてますから、そこも含めて法的に問題ないというところでやってますので。いや、だから今の11条ご存知ないじゃないですか。私はもちろん知っとけっていう話はあるかもしれないですけど、すべての条文や内容、いや知っとけじゃなくて大事でしょ。いずれにしても法的に問題ない中で今回の処分についてはさせていただいてますので、我々としてはこれは繰り返しになりますけども、例えば訴訟になったとしても耐えるだけの準備はしてますから、そこは何て言うんですかね、いろんな法的な解釈運用というものがあるかもしれないですけど、それは我々としては法的に問題のない世界でやっているということです。いや解釈じゃないです、違法なんですよ、ね、解釈のこと聞いてません。11条には探索禁止の条文も入ってます。ご存知ですか。探索禁止の条文が一定あるということは一定ってどういうことですか。そういった書きぶりがあるということは分かります。知ってはるんですね。でも探索されてるじゃないですか。それが法律上のですね、まあ、今回の、探索というものをご指摘されましたけど、我々としては文書は先ほど申し上げた誹謗中傷性の高い文書を作成したということに対して、それが誰が作成したかという発信者を探したということですので、それは公益通報法のそれを探索って言うんですよ。公益通報保護法のその探索行為に当たるのか、そうじゃないのかっていうのは、これはきちんと確認をしないといけないと思いますけど、我々としては法律上外部通報には当たらないというふうなことを、まあ、結果的に確認できてますし、当時の行為としては、告発に対する探索というよりも誹謗中傷性の高い文書を作ったその発信者を、やはり影響が大きい内容ですから、そこをきちっと把握すると、発信者を探すということは、私は問題ない必要な対応だったというふうに考えています。ね、法的なこと一番大事とおっしゃる割に、まあ、今のような証言されますし、昨日特別弁護士にもいろいろ聞きました。何ておっしゃったか。県からはいろいろ問い合わせがありました。私からは一般論として答えたとか、こまごましたことは覚えてませんとおっしゃるんですよ。そういう弁護士に頼まれてたんです。ご指摘いただいた特別弁護士はきちっと仕事をしていただいていると思います。やはり県としての訴訟にもなりうる事案ですから、そこはやっぱりきっちり特別弁護士に確認をしながらやっていくということです。大事というならば、
特別弁護士というか、もうその都度相談じゃなくて、包括的な契約された方が良かったんじゃないですか。責任持っていろんなことを法アドバイスいただける、そういう弁護士に頼まれた方が良かったんじゃないですか。今回は、初動の3月27日までの、どなたが作られたかということを探す初動の対応と、それから懲戒処分になりうるということで、その人事課の調査があったと思います。それは基本的に人事課が調査をしながら、非行為の事実認定をしていくということで、その都度その都度、法的アドバイスをもらうために特別弁護士に相談を確か10回程度していると思いますけど、それは問題ないというふうに考えています。はい、いいです。裁判に耐えうる客観性が担保されているとも主張されてましたが、これね、最後聞きます。県民の皆さんから見て客観性担保されている、納得いただけるとお思いですか？これはですね、繰り返しになって申し訳ないんですけど、懲戒処分というものは、あるいは人事行政としての行政行為ですから、やはり法的な観点をしっかり担保しながらやっていくということが大事ですので、そこはご理解いただけるように、我々はやってきたつもりです。はい、小社員。はい、ちょっと続きですけれども、公益通報者保護法に違反しているという話を、先ほど山口弁護士からはっきりと言っていただきました。ですので、今伊藤委員からもありました通り、しっかりもう一度確認いただいてですね、見解を聞かせていただきたいです。山口弁護士は消費者庁の公益通報者保護制度の検討委員会の委員ですし、この法の立法の趣旨もですね、非常に深い理解のある方が、違法、現在の兵庫県の公益通報者保護法に対する状態は違法状態であるとはっきり言われておりますので、しっかりもう一度検証してですね、その点についてはご回答いただきたいなと思いますので、お願いしたいと思います。でもう一点、そもそもこの出発点として、知事は文書を見て誹謗中傷性の高い文書だと認識したというところからスタートされています。でさらに真実相当性がない文書だということを根拠に、公益通報ではないというふうに捉えて、調査もスタートしたということなんですけれども、これはですね、例えで言うと、容疑者がですね、警察の立場になって、自らの正当性を主張して調査する、捜査するみたいな話だと思うんですね。要は、例えば殺人を犯した容疑者が、いや、これは正当防衛なんですと。けれども、それ正当防衛かどうかっていうのは、ちゃんと警察が捜査をしてですね、客観的に、そういう状況で、自分を守るためにしょうがなかったんですねっていうことを言おうと思うと、認定しようと思うと、警察が第三者というかですね、本人じゃなくて容疑者本人が証明するんではないっていうことが基本だと思うんですけれども、一貫してですね、知事は最初の時点で自らが容疑者に上がっているにもかかわらず、自分が、誹謗中傷の文書だと、さらに真実相当性はないって断定をされてですね、全てが始まってるんですけれども、これは不適切だったと思わないでしょうか。私自身が文章を見たときに、先ほど維新の会さんからもあった通り、やっぱり私当事者として、明らかに違うということがやっぱり含まれてたり、してましたんで、そこは自分自身として、事実と異なるということが入っている。それから先ほど言いましたけど、具体的な供述や信用性の高い物証、立証証拠とかですね、それからなかったと、添付されてなかったということですし、それから噂話を集めて作成したということを元局長さんご本人が述べられているということですので、外部保護の保護対象となる要件である真実相当性というものがなかったというふうに今でも認識しています。すみません、そういう回答ではなくて、要は自分が容疑者に上がっているのに客観的な第三者的な調査をしなかったということは正しかったですかということをお聞きしております。今回は非違行為に該当するということですので、懲戒処分に該当する可能性がありますから、ここは人事当局が調査をしていくということで、問題なかったと思います。懲戒処分に該当する情報を得たのは3月25日、パソコンを回収したことによって得た情報だと思うんですけれども、
認識をして3月21日から調査を開始して、最初に文章を見た時点で、事実と異なる誹謗中傷性の高い文章だと思ったというふうに何回も答弁されていると思うんですけれども、そういう意味においては懲戒に該当するっていうふうに今おっしゃるのはそもそもおかしくないですか。誹謗中傷性の高い文章を作る、そしてそれを作成して配布する行為自体はやはり公務員としてふさわしくない非行為に当たる可能性もあると思いますので、そこはまあそういった行為をしている可能性がある職員がいるかもしれないんであれば、そこはしっかり、初動の対応として、まずはこの文書の発信者がどなたかということを探すということは私は問題ないというふうに思っています。まあ多分そこが間違ってるから、全ても間違った出発点で進んでるから全てが間違ってることだと思うんですね。もうそこの時点で広域通報として捉えないといけないので、最初に申し上げた通り2020年の法改正も含めて山口弁護士の指摘も含めてですね、しっかり検証していただきたいということをまず申し上げたいと思います。あと、内部通報のあと 2,3 問でまとめます。内部通報を先に、すみません、内部通報の結果を待たず懲戒処分を発表しております。で、県としてですね、この内部通報の結果と人事処分の結果、もし調査結果が異なった場合はえらいことになるのに、なぜ懲戒処分だけ先行したのかっていう部分はどう考えて、その懲戒処分を決裁 OK したんでしょうか。人事行政の考え方として、調査の結果、その非行為っていうんですかね、まあ、それが確認できた、認定できた場合には、ある意味速やかに懲戒処分をしていくということが、これ人事行政の、まあ、基本ですということですので、まあ、それは今回については、まあ、広域通報内部についてされてますけども、まあ、そこは私としては非行為の認定がされた以上ですね、そこを待たずに、処分するということは、ただ一方で、外部通報の保護対象にも当たらないということでしたから、そこは私としては問題ない対応だと思ってます。いや、広域通報の結果が出てない中でやっぱり先にそれを判断してしまう、県としての見解が割れる可能性がある中で処分を発表したと、決定したと、決裁したというのはやっぱり間違いだと思うので、まあ、そこはおかしいという指摘させていただきます。あと一個だけ、道義的責任の問題、先ほどありました。今回の調査の中でやっぱり百条が立ち上がってからですね、元県民局長亡くなられました。で、道義的責任って分からないっておっしゃるんですけども、一番大事なポイントは、意思を持って抗議すると言って、県民局長は実施されております。で、この結果責任に対してですね、今まで県がいろいろ県民局長に対していろんなことをやってます。まあ、広域通報保護法違反じゃないかと、もうはっきり山口弁護士からの違反状態だと指摘されている状態。さらに3月27日の会見が、昨日岡山先生からは公開パワハラじゃないかというふうにも指摘していただいております。さらに週刊文春によると、指摘情報によって脅迫までされていると、こういう一連の県が元県民局長に行っている行動によって意思を持って抗議すると言って実施されているという現実、この結果責任がですね、知事には全くないとお考えなんですかっていうことが道義的責任ではないかなと思うんですけど、その点どうでしょうか。はい、亡くなられたことは大変辛いですし、お悔やみは申し上げたいと思います。ただ本当に亡くなられたということは、ご本人にしかその理由というものは分からないということはあります。で、今回については私としては県としていろいろご指摘いただきましたけど、まあ、処分についても広域通報、内部通報されている時でしたけど、やっぱり4つの非行為が判明して認定した以上処分をするというのが人事行政の進め方ですし、まあ、私は亡くなったことは大変残念だというふうに思いますけども、亡くなられた原因というのはやっぱりご本人にしか分からない中で、私たちとしてはこれまでの対応というものはしっかりやってきたという中で今に来てますので、そこは私としては亡くなられたことは大変残念だと思いますけども、我々の対応としては今まで、一つ一つやってきたということです。まあ、一切道義的責任、政治的責任はないという見解だというふうに理解いたします。やっぱり選挙で選ばれた政治家としてはですね、その結果責任一切ないって言い切るのはやっぱりおかしいということだけ指摘しております。ありがとうございます。はい、県民連合上野委員。
まあ、ほぼこの公益通報制度について、議論が煮詰まってきたんかなというふうに思うんですが、我々昨日今日と参考人の意見もいろいろ聞かせていただいて、ほぼ全員に近い方がですね、これは公益通報者保護を違反してるなというふうな確信を持っていると思うんですが、知事のこれまでの答弁を簡単に言いますと、まず一つは真実相当性について問題があると。それは特に自分の2点の問題、パワハラ贈答品の関係で自分には覚えのないことやから、真実相当性に問題がある。それから、特別弁護士に相談を受けて、特別弁護士の、指導助言がですね、問題がないと、法的に問題がないと。まあ、この2点やというふうに思うんですが、一つは、その知事の、その自分の感覚ですね。昨日、パワラ、先日パワラのところでも申し上げましたけども、知事は、いわゆる、人権感覚においてですね、相当にズレがあるというふうに私申し上げましたけども、その感覚でのその捉え方の判断なんですね。そういうものには疑問を持ちますし、あるいは特別弁護士の昨日の尋問も聞きましたけれども、先ほど来より出ておりますように、いわゆる相談を受けた内容にだけ答えている。あるいは、資料の読み込みもね、十分にしてない。まあ、そういうふうなね、回答まで出てるんですよ。ですから、県が、行政機関としてきちっとやってると言ってますけども、それはやっていないというふうに言い切れるんではないかと思うんですが、改めてどうですか。まあ、これはもう本当繰り返しになりますけども、今回の懲戒処分にかかる対応については、県としては、外部通報の保護要件がないとか、そこを含めて法的アドバイザーの、アドバイスをいただきながら、そして県当局としても最終的には人事委員会や裁判で頼るだけの対応を準備してきてやってますので、私たちとしては法的にも含めて問題ないというふうに考えています。はい。それからですね、問題があるのは、これは前からもずっと指摘がされておりますけれども、告発された知事及びその何人かがですね、その手の内で調査をして、それが客観性があるのかどうかということで、その判断にも基づいてですね、こういう後の、行政処分まで出しているということに、非常にこれは違法性があるなというふうに思いますが、いかがですか。初動の対応については、文書に書かれた方がやってますけども、そこは先ほど言いました通り、誹謗中傷性の高い方の発信された方がどなたかということを、特定するということなどの対応でした。そしてその後の4月以降の懲戒処分に関する調査については、これは人事課が中心となってやってますので、そこには名前が指摘された方々も関与はしてませんから、私としてはそこは懲戒処分にかかる調査として問題ないというふうに考えています。まあ、そういうふうに繰り返しおっしゃいますけれども、我々はその専門家 の意見も十分に参考にさせてもらって判断した結果、まあ、そういう、ほぼ、違反をしていると、問題が非常に多い、処分そのものも本来正当性のないものやというふうに確信をいたしております。ついにですね、贈答品の問題で言います。松本議員がかなり詳しくおっしゃったんですが、私はですね、その田島県民局館内でのお土産ですね、カニのお土産、職員がね、こんな効果のをいただけないという断ったやつをですね、それではそれ自分がいただくとしたことやですね、これもアンケートにあるんですが、1.17 の集いでの弁当の件ですが、知事はいつも弁当を家族の分まで持って帰られるのに、この弁当では容器の返却があり持って帰れない、ダメではないかと言われたということがアンケートにあります。この贈答品の問題も含めてですね、私の周りの人は、
知事のそのおねだり体質についてですね、行儀が悪い、面倒いと言っています。言い換えますと、品がない、見苦しいということになります。兵庫県知事は、に求められるものとしてですね、特に先ほども言いました、人権感覚に優れた人格や品格が求められるというふうに思いますが、これまで数は数指摘されてきたことについて、どのように考えられますか？はい、私の言動で不快に思われたり、そういったことがおられた方がおられば、率直にお詫びを申し上げたいと思います。ただ、私自身は、出張先での、カニ等のものについては、そういった今、議員がおっしゃった背景ではなく、出張の、その加工場の帰りに、確か組合長から、またカニ食べておいてくださいということで、市長から車に積んでますというふうに言われましたので、まあ、そのまま自宅に帰りまして、生ものだから持って帰ったということです。それから弁当の件は、私は一切その記憶はありません。そんなことやってないと思います。職員ですからね、はい、いいです、それでも。はい、次に行きます。知事がおっしゃる個人としてでなく、県として受け取ったかとかですね、PR のために受け取ったとかいうものでは、もうそういう範疇ではないですよね。斉藤家の食卓を賑わしただけですよね。本当に県としての PR のために受け取ったならば、斉藤家の今夜の食卓は、立ちまでいただいた会でこんなに豪華になりましたと、SNS でなぜ発信されないんですか？そのことをすればまずいというふうに本当は思っていらっしゃるんではないですか？いかがですか？PR をすることもあればですね、自分自身が、食品とかを家で、食べることによって、こういった美味しいものが兵庫県内にあるんだということを知るということも、私は大事な知事として、県知事としての仕事だと思います。それがやはり、いろんな施策とか、その地域にまた行ったときに生かされると思ってますので、そういったご指摘は真摯に受け止めますけども、私としては、そこは、PR とかをしてなくても、SNS で発信してなくても、県として、そういった食料品とかをいただくということは、社交儀礼の範囲内で問題ないというふうに考えています。はい、最後に一問。さらに極めつけはですね、公益通報者保護法を無視をしてですね、犯人探しをして抹殺をする。この事実に対してですね、あなたのフレーズとは違う本来の意味での真摯に向き合わなければならないと思いますが、いかがですか？はい。公益通報保護法に関する指摘というものは、この委員会でも先ほどもされましたけど、まあ、これ繰り返しになりますけど、我々としては外部通報の保護対象にならないということとか、あとは内部通報されたとしても遡って保護されることにならない、そもそも公益通報保護の行為を処分したというのではなくて、誹謗中傷性の高い文書を作成したということに対して懲戒処分をしたというふうに我々としては考えてまして、そこは県としての対応としては問題ないというふうに考えています。はい、竹内委員。